ラジオは野球新影流梶塚康二先生ほかご一門のご演舞でございます。第一会場神道無双流杖術。神道無双流杖術は約400年前に武宗権之助勝吉により創始された。権之助は神道流の達人であったが、宮本武蔵との試合で2点一流の十字止めにかかり、押すことも引くこともできずに敗れ、以来諸国を遍歴して工夫に専念。筑前宝満山の蒲田神社に祈願参籠して満願の夜、夢に童子が現れて丸木を持って水月を知れとのご神託を伝えた。権之助はこれをもとにさらに工夫を重ね、ついに十字止めを破ったと伝承されました。当流は福岡黒田藩に連綿と伝承されてまいりました。武器は長さ4尺2寸1分直径8分の平凡な樫の木。これが一度応じて動けば疾風のごとく峻烈無類の武器となる。武は内に蔵して外に示さずの心を内蔵するものと。第二会場野球新影流。流祖野球宗俊は神泉武蔵の神秀綱より新影流を学び、無刀の位の考案を説いて道流を継承し、石州祭の五男田島の神宗則、その子十兵衛西都氏は世に知られ、宗則以降も代々将軍家の師範として幕末に至った。一方石州祭の嫡孫兵庫之助俊俊、その子蓮也俊兼の系統は尾州徳川家に伝え代々師範となった。前者を江戸柳生、後者を尾張柳生という。大坪志宝先生は尾張柳生13代俊親、14代俊長の指導を受け、昭和26年俊長より8代俊春直伝直筆伝書に奥書き添え状を付した師範印鑑を受けた。伝統は大坪志宝先生より武藤正夫先生、梶塚康先生へと伝承されている。
会場は野芸新加入兵法梶塚先生ご一元ご一元でございました。続きまして第2会場プログラムに変更がございます。連絡いたします。辰巳流後半へのご演舞となります。第2会場は天津少年香取新刀流杉野道長杉野先生他のご演舞でございます。少年香取新刀流日本武術の源流天津少年香取新刀流は飯笹長異祭家直流祖として下総の国香取の地に伝承する武術である。その後連綿と続き
現在20代目宗家飯笹海底先生に至っている。その間有名な文流には